コロンバスクルーはアメリカ合衆国の北東部オハイオ州の州都コロンバスにホームを置くサッカークラブであるメジャーリーグサッカー所属1996年のメジャーリーグサッカー開幕時から同リーグに参加しているクラブの一つクルーの名称は地元住民の公募により決定されたオーナーのラマーハントはクルーの他にアメリカンフットボール NFL のカンザスシティチーフス 同じメジャーリーグサッカーのカンザスシティウィザーズ FC ダラスのオーナーを務めている。1996年から1999年まではオハイオ州立大学のキャンパス内にあったオハイオスタジアムで試合を行っていたが2000年シーズンからマフレスタジアムに移転となった。これはそれまでアメリカンフットボールのスタジアムで試合をすることが当たり前となっていた MLS では初めてとなる。 サッカー専用のスタジアムであった。十選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。十選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。十選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。